どうも、テレフトップのふっくりです。いちです。今日ですね、はい、静岡県にあります沼津港深海水族館に来ております。ここはですね、はい、辻川が近くにあるんですけど、はい、そこの最深がですね、2500m ですね。すごい深いんですよ。日本一深いんですけど、あ、そうなの。はい、そこでね、撮った、うん、あの深海魚とかね、うん、まあ、世界から集めてるんですけど、うん、そういうのを展示してるらしいので、ぜひ、ね、そちらを見ていこうかなと思います。あれですよね、日本で唯一、うん、あの冷凍されたシーラカンスの、あ、そうそうそう、5体いるんですよ。それもちょっと見てみたいんで、ね、はい、じゃあ行きましょうか。行きたいと思います。深海魚だけではないと思うね。そうだね。深海魚ってのは何メートルなんだろうね。定義があるのかな。あ、ありそうだね。うん。カサゴ。カサゴか。これどこがあれです？はい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 。やばいでしょ。こんなもう毒持ってますみたいな感じな見た目からして、うん。すごいね。触覚長すぎでしょ。すごいね。体を飛び越えてね。これすごいね。これすごい。超邪魔じゃない。いやー、邪魔すぎでしょ。普通に泳いで引っかかったりしそうだよね、どっかして。本当にそれ引っかかったりするな。ね、色変えるあんこ。うわ、すごい色してんな、これまた。どこにいるんだ。これは黒ナマコなんですね。うん、色変えてるよ。あ、これこれ、ね、これだ、これだよ、よく見たらこれだ。変えてる、色変えてる。同化してたね、完全に。唐揚げみたいな色してんな。お、これヘンテコな生き物。こういうの俺好きだよ、俺。こういうなんかよくわかんない生き物好きだから俺。なるほどね。うん、見てみましょう。色舞台。うおー、メスから襲う定点感じ、ヘンテコ。マジで逆はないのかな。なるほどね。メスから襲うにしようってか、あ、もうこれは主張するとも勝手に襲なっちゃう。勝手になっちゃうんだ。すごいね。すごいね、それ。それがこれが今どっちなんだろうね。こっちじゃない、多分。色がこっちに、お世話になると多分この色だ。そういうことか、うん、急にこれなんですよ。これチョコミントみたいな色。君の大好きなチョコミント。ちょっとでもこの黄色とか混じっちゃってるから、やっぱチョコミントとしては周り美味しそうで見えない。猛毒を持つヘンテコ生物、パリトキシンっていう毒があるらしくて。パリトキシン結構有名じゃね。あ、そうなんだ、うん、アポトキシンしか知らない俺。アポトキシンは確かに。アポトキシンはちっちゃくなっちゃう。そうそうそう、でっかいな、こいつ。水深1メートルからいるんだ。釣れるじゃん、これ多分。怖、うん、サンゴですね。あ、なるほどね。あ、そっか、深海にね、サンゴってなんか珍しいっていうか、あんまイメージなくなる。まあそうだね。浅い海の明るいところにサンゴってあるイメージあるってこと。うん、深海を実は知らなすぎるってのもあるけどね。サンゴか。これ生き物なの、サンゴって。多分俺も詳しくわかんない。水族館、あれ乗ってないから。10年間で 1.5 ミリしかしないやつって。マジで。10年で1と5ミリだよ。やばいね。1ミリだよ。こんなんだよ、成長。10年で。そうだね。何年ぐらい生きるのこれって。わかんない。サンゴって死ぬの、そもそも。わかんない。全然わかんない。調べたくなる、こういうの見ると。ね、うん。はい、ということで、ここ駿河湾ですね。ここは。2500m。オープニングの言った通りです。日本一深い湾。はい。はい、すごいな。あ、すごい。ちゃんとお店のなんかこれが入ってるんですね。面白い。ここはもうマジでいろんな魚が生活してて、暗くて映ってるか分かんないですけど、何よりすごいのがこのカニね。これやばいね。エミチにあげたら全部食いそうだね。そうだね。送り届けてやるか、あいつ。200もうるさい。浅くても200だよ。200でも相当だもんね。見ていきましょう。どんなのがいるの。こちら、ペッターついてる。あ、本当だ。なんかめっちゃ体柔らかい人みたいな感じで。平たい体。セシア価値。食べれるのかな。詳しい生態とかも分かってないけど。そうなんだ。沖縄エビ。ちょっと毛深い。毛があるんだ。
すごいすごいすごい。腕のとこ毛ちょっとっもちゃもちゃしてる。触ってみたいね。触ってみたいな。パッチン行きそうじゃん。パッチン行きそうだな。面白いね。え、どう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 、ぬめぬめあ、やばいこれすごいすごいですね。どうですか、臭いですか、感触はどうでした。感触はもうなんか何掴んでるか分かんない。なんかあ、そうなんだ。スライムみたいな。あ、はいはい、はい、よりももっと軽くて、はい、ぬめーってしてる感じ。あ、そうなんだ。じゃあ今から2階に上がりたいと思います。行きましょう。一番のメインです。皆さん、売りですからね、この水族館の。行きましょう。うわ、すごいね。あ、すごいね。もうなんか一気に雰囲気変わるね。これです。来た、はい。45億4千万年前。まあ、地球が誕生したんですよね。地球が誕生したのね。はい。あ、最初の生命だってよ。あ、それも最初。最初の生命。3億5千万年ほど前に。デボン紀ね、デボン紀、はい。シラカンスが誕生したと。なるほど。ちょっと2回間違えましたけど。早とちりパッタ、ちゃんと読みましょうね。はい、僕は。で、この古代の海っていうところにある2体のシラカンス、ここに黒いやつがいるんですけど、これは本物らしいです。で、この下にあるのがシーラカンスを捕まえた時に使ってた船のリアルな感じだって。だほぼこの船とさ、船の半分ぐらいあるわけだよね。これでお皿2人乗ってかつシーラカンス乗るの。そうそうそう。さっきね、一応紹介されたけど8時間ぐらいね、シーラカンスを釣るのに時間かかったって言ったからね、この船に乗ってあの重たいあの大きさのシーラカンスを8時間かけて作るってことやばいよね。やばいやばい。今入ったのを想像してみてください。うん、きついよ。きついね。ちょっと右にさ、体重寄せた瞬間もう転覆で。個人的にはめっちゃ興味あるよね。そうだね。シーラカンス、うん、謎じゃん。何も分かってないらしいからね。うん、ここに書かれている通り、この水族館はね、5体のシーラカンスをね、保管してるんですよ。はい、2体冷凍の残り3体は普通にもう剥製としてというか、展示されてる感じですね。冷凍ってのはすごいんだよね。生きたままだからね、内臓とか全部そのままになってるわけでしょ。そうだよね。それすごいよ。シーラカンス見に行きたい。世界中でも数カ所の博物館とか限られてる、うん、書いてある中の一つがここですよ。この沼津でね、シーラカンスを見ることができるってね。うん、そのシーラカンスがこちらです。マイナス20度って書いてある。20度で保管してるんだ。すごいね、でかいの。うわ、こんなん釣り上げんの、うん、一瞬で釣り倒れそうだけどね。うんどう釣ってんのか知らないけど、こいつに引っ張られたらもうなんかもう持ってかれるよね。持ってかれる絶対。ね、でも1980年代とかなってるから、今だったらね、もっと技術進歩してるから。あ、そうだ、ね、調べることも多分できるよね。見つかりさえすれば。見つかりさえすればね。透明骨格標本っていうことで、生物と骨の構造を観察することができるようにしてるんですね。うん、そうだね、うん、あ、すごいね。なんか普通の赤いとかのやつも見れるってなかなかないね。そうだね。すごいすごい見えますね。細いですからね、やっぱり。うん、でもこういうの初めてだね。こういう揃えてるのはなかなかないよね。そうだね、通常の魚で、しかも深海魚だけじゃないからね、ここは。そうだよね、すごいよね。雑魚です。深海の世界、The World of the Deep Sea。 見ましょうか。いや、もうリアルに深海に来た気分ですよ。この辺は200メートルから500メートルぐらいと網でね、うん、沈めて一気に捕獲できると。あ、なるほど、こういう風にやってるよと。うーん、そこ、これ底引き網だっけ。そこ
底引き網漁かなってなってる。なんかこんな風に網だったら確かに一網打尽だよ、逃げ場もないよ。はい、ということで沼津港深海水族館行ってまいりました。はい、どうでした？過去にいくつか水族館行ってきましたけど、この深海っていうジャンルって今までなかったんで、聞いたことないような名前の魚とかいろいろあったり、新鮮でしたね。何よりシーラカンスの冷凍保存とか展示してるのってもうほんとここぐらいしかないんですよ。そう、はい、それが一番大きいよね、やっぱり。でかいね、海の中でも歴史を持った生物なわけだから。そうですね、6億年前とかですもんね。そうね、それをねこう間近で見れるっていうのはすごいいいことですね。そうですね、はい、ということでまた次の水族館楽しみにしててください。ということで、はい、この動画を見て、面白いと思っていただいた方、水族館に行きたいと思っていただいた方はチャンネル登録と、はい、高評価よろしくお願いします。お願いします。